皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今回はベッド上でのズボンの脱ぎはぎとトイレ、今日ホテルに泊まってるんですけど、トイレはバリアフリーではないので、バリアフリーじゃないトイレでどうズボンを、脱ぎはぎしてるかっていうのをお伝えしようと思います。全部脱ぐわけではなく、しっかり下にヒートデックみたいな、捨ててこみたいな、そういうのを履いているので、普段よりはちょっと脱ぎはぎしづらいんですけど、やり方は一緒なので、説明していきたいと思います。履いてるズボンはウエストがゴム製なので結構やりやすいですけど、普通にジーパンも履きます。でもジーパン履く際にはちょっとウエストがこうピタッとするものじゃなくて、ワンサイズ大きいのを買ったりはするかな。あまりピタッとするとやっぱり脱ぐとき履くときが大変なので、ワンサイズ大きいデニムを買ったりはします。まあ、脱ぐときは特に問題なくこう横にずれながら、まあこんな感じで、ズボンは脱ぎますです。で、履くときは、まあ、いろんなパターン、私はこう長座って言うんですけど、この状態で座ってられるんですけど、座ってられない人とかは寝っ転がったりするのかな。で、片足ずつ左右ずつ、片方ずつ入れていきます。こう傾きながら、体重かけながら、見えるかな、引っ張っていく感じですね。結構一番初め、障害を負った当初っていうのは、お尻の肉がブニンってすごいいっぱいあって、ズボンをお尻からこう引き上げるのが、お肉が邪魔してすごい大変だったんですけど、今となってはお尻が痩せたので、一番初めよりはすごい上げやすくなってます。まあ、こんな感じで右左に寄って、履く感じですね。はい、ベッドはこんな感じです。まあこう座ってられない人とかは寝ながらこういう風に回転して引き上げます。はい、こんな感じです。はい、次はトイレですね。トイレ、幅がギリギリのトイレなので、車椅子の切り返しがちょっと難しいんです。なので、今みたいに乗り移った後、一旦車椅子を扉の向こうに出してます。手が届く範囲で。
で、足をずらしたら車椅子をまた中に、入れてきます。中に入れて、ブレーキをします。で、脱ぐんですけど、本当、まあ、そのなぜ多目的トイレじゃいけない、多目的トイレじゃなきゃダメかっていうと、まあ、そもそもの個室に入れない、個室に入れたとしても扉が閉めれないとか、そういうのがあるし、その今からやるのを見ていただければわかるんですけど、さっきお布団でやった時みたいにこの左右に体重をかけないとなかなか脱ぐのが難しいっていうのがあるので、やっぱり手すりがない、あった方が手すりに体重をかけやすいで、っていう理由があるので多目的トイレが必要です。で、今手すりがないので車椅子を手すり代わりに、使います。車椅子にすごいこう体重をかけて下ろします。でも片方が降りれば、降りる、下ろすのは意外とこう簡単なんですよね。こんな感じで、こんくらい下ろせば十分なので、このくらい膝上くらいまで下ろします。で、上げるときなんですけど、なんだろう、尿トリパッドしてる人とか、まあ、じゃあ仮におむつしてる人とかもそうなんですが、真ん中が一番たわわになってます。尿トリパッドとか、まあ、パンツ履くとき、尿トリパッド付きのパンツを履くとき、またはおむつを履くときは、ここのたわわが一番邪魔になるので、真ん中を先にこうグッとこう押してあげて腰側に持ってくることが、おすすめです。で、履くときはさっきと逆で、こう足をこう上げてあげると、こう下が通ってくるので、足を上げたりしてあげて、で、体重こっちにかけます。またで、問題はこっちなんですよね。右側は、こういうウォシュレットのところとかに手かけたりしがちなんですけど、あんまり体重かけると壊れちゃうので、こうできるだけ便座の上に手を置いてあげて、壁が近かったらこう壁に頭とかをつけてあげてやる。で、また反対で、寄りやすい方に、今こっち側にすごい寄ってるんですけど、この時に頑張って左の方も上げやすいように結構グッと上げてあげる。こんな感じで、こんな感じで上がりました。私本当に異常もそうだし、着替えもそうだし、なんて言うんだろう、一般的にまだまだ初心者で下手くそな段階なので、試行錯誤をやりながら、ズボンの脱ぎはぎをしています。だからもっとベテランの人とかだったら違うやり方とかスピーディーなやり方があるのかもしれません。で、乗り移るときはまた一回車椅子を出します。出さないと角度を変えれないので、ちょっと出して、出さなくてもいけたか、こんな感じ、まあ、寄せて、手すりがないのでクッションに手を乗せてか、こっちに手を乗せてか、まあ、肘置きある人は肘置きに手を乗せる。クッションもやっぱりロホ、今私これロホじゃないんですけど、ロホだとすごい柔らかくて手を置ける場所ではなくなるんですよね。こう沈んじゃうので。ただ今使ってるスティムライトっていうクッションは硬めなので、ちゃんと手を置いて力をグッと入れても安定します。まあ、そういう使い分けもいいかもしれないですね。お出かけするときはスティムライトを使って、家にいるときはロホとかってなると異常がなんかしやすくなります。
じで、ズボンの脱ぎ履きの動画を撮ってみました。結構皆さんゴムが入ってて伸びやすいとかそういうのの方がやっぱりやりやすさはあるんですけど、私はおしゃれを楽しみたいので、脱ぎ履きの動作を一生懸命工夫して自分が好きなズボンを履いて、おしゃれを楽しんでいます。やっぱなかなか体感聞く人と聞かない人とかいろいろ様々あるんですけど、まあ、この動画をぜひ参考にしていただいて、自分の好きなパンツとか、まあ、スカートもそうですけど、好きな服を着てぜひおしゃれを楽しんでください。では、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。